行け、プリンプリンプリン、どこまでもプリンプリン、君と一緒にどこまでもプリンプリン、行く手は広がる夢のよう、どこまで行っても明日がある。私にはどうしてもモンキーが2匹いるように見えますよ。モンキーは1匹、もう1匹はモンキッキ。方がモンキッキ、タンガラトントンザルなんですって。あなたはそこへ行くのですね、タンガラトントンへ。ええ、大変だよ大変だよ、プリンプリン大変だよ。一体どうしたのサゲ。あ、ポリス長官のマカローニ夫人が機動隊を繰り出す。機動隊ですって、うん、あ、そうするとランカーの方はね、戦車を出すか、それともミサイルをぶち込むか。でもね、おサゲ、どうしてそんなことになるの。あのヘドロがね、撃ち殺しちゃったんだ。誰を。ケチャップ。もうどうしてね、どうしてなの。わかんないんで、詳しいことわかんないんで、マイホームさんがそう言ってるんだ。もしその通りだとしたら、そう、きっと大変なことになりますよ、きっと。ヘクション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 。皆さん、デルデルの花を守りましょう。花畑を守りましょう。花畑を潰して兵器工場を建てることに反対。フラワー、プリンプリンに教わった歌を歌おう。うん。一人ぽっちでは何にもできないけど、みんなで力を合わせれば何でもできる。真似をして突然ニュース、ラジオデルデルのスタジオからお送りします。未確認情報によれば、デルデルの大統領とポリス長官の息子で近くデルデルの王様になる予定のケーチャップが、ミスター怪人ランカーの美人秘書ヘドロに射殺されたということです。恐ろしいことです。ではついでにもう一つニュースを。この国デルデルに滞在中のプリンセスプリンプリンは、まもなく新しい訪問国タンガラトントンに向かって出発するということです。この時間、ケイチャップが射殺されたというニュースと、イエーイ、お笑いだぜ。そうそう、ついでにもう一つ、プリンプリンがまもなく旅に出るというニュースを、泣きてよ、お伝えしました。こちらラジオデルデル、キンコンカンコン、キンコンカンコン。それじゃあ、あなたは私に謝りに行けと言うんですか。
はい、相手はヘドロだ。バックにはミスター怪人ランカーがついているんだよ。悪いのはヘドロなんですよ。でもね、最初にラジオをぶつけたのはママだぜ。わざとぶつけたわけじゃありませんよ。それなのにあの女ピストルぶっ放して。だけどさ、俺には当たらなかった。この通り俺は元気さ。ビバビバイエイエイエイ。俺ちょっと出かけてくるぜ。どこへ行くのケイチャップ。どこだっていいじゃない。あの人すごく強引で想像しくってバカみたいなところもあったけど。ケイチャップのことね。でもさ、君のことを愛してたね。君に婚約申し込んだんだろ、プリンプリン。そのくせパリではテリーと一緒に踊ったり、でここではさペリンペリンと踊ったり。プレイボーイだったんだよね。でも撃ち殺されたなんてかわいそう。キー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 。悪い人じゃなかったわ、ケチャップ。あ、危ないわ、デルメンタル人形だ。あれ？ヘアクション、ヘアクション、ヘアクション、ヘアクション。今のはケチャップ。そうみたい。あ、どういうこと？はいはい、こちらランカー様の別荘、どうぞ。これはこれはヘドロの姉子、今回はまた派手なことをおやりだそうで。それで007変な気分からランカー様に報告。なんだ、早く言え。ミサイル発射準備はとっくに完了。目標はデルーデル大統領の屋敷。発射の命令はまだでやんすか。待て、こっちから仕掛けることはない。了解。ヘドロよ。はい、ランカー様。わしはこの国に愛想が尽きたぞ。せっかく経済援助をするというのにグズグズしよって工場はなかなか立たん。ああ、やっと立った工場にはジャックソーとかが巻きついて使い物にならないし。デルメン・デルメン教授をはじめ大統領に反対する勢力はどんどん人数を増やしておる。その上今度はヘドロ、お前がいさかいの種をまいた。ああ、まあ、この際いっそ引き上げようかと思っておる。ああ、賛成ですわ、ランカー様。そう、こないだ墜落したヘリコプターの代わりにそっくり同じ形で新しいの準備してありますわ。出発するならいつでもどうぞ。いや待て、問題が一つある。何ですの、ランカー様。プリンプリンをどうするかだ。ああ、プリンセスプリンプリンを。はいはい、こちらランカー様の別荘。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん。本家本元アルトゴ中央テレビ、略してアルチューテレビが送る突然ニュース。先ほど私の妹のアナウンサー、略して妹のアナウンサーがラジオデルーデルのスタジオからお送りしましたように、今デルーデルにいるプリンプリンは間もなくタンガラトントンに向かって出発するそうです。なに、本当か。テレビ嘘つかないほう。ついでにニュースをもう一つ。ケイチャップは生きてます。無事です。怪我もしていません。へえ、なんだって。テレビやラジオ時々間違えることある。ほう、花のアナウンサーでした。そうか、タンガラトントンへか。マイホームさんはマカローニ夫人は機動隊を繰り出し、一方ランカーとヘドロは戦車を出すかミサイルをぶっ放すと言いますが。そうよそうよ、だからこの辺間もなくめちゃめちゃになっちゃうのよね。あった。でもさ火星人、はい、お前さんの予感は。ですから全然ないのですよ。あのね、今さらあんたの予感がどうであろうとえらいことになるっちゅうのは確かなことなんじゃ。何しろ殺されたいんやで、ケイチャップが。ああ、ケイチャップだぜ。ケイチャップは生きている。これはどういうことなんですか、マイホームさん。ねえねえ、どういうことなのね。あった、あの小生にも分かりません。ねえ、プリンプリンはどこ。ここにはいないのね。あ、そう、イエーイ。
なんだなんだあの野郎、心配してたんだぞ。あなたの祖国が見つかることを祈っていますよ、プリンプリン。でも、もし見つからなかったら、いつでもここへ帰っていらっしゃい。ええ、そうします。それに、ここが私の祖国じゃないって決まったわけじゃないんです。もしかすると、このデルーデルがあなたの祖国だという証拠が見つかるかもしれません。もしも、もしもそうなったら。いつでも花が咲いている美しい国デルデル、もしもここが故郷私聞いたのよ、あなたがね。プリンプリン、今よかったって言ったけど本当にそう思ってる？当たり前じゃない。そう、イエイ、ありがとうプリンプリン。変ね、あなたらしくないわ。旅に出るんだって？うん、俺寂しいぜ。誰とでもすぐ仲良くなるくせに。でもよ、本当に好きになったのは君だけさ。ダメよ、また婚約なんてこと言い出したりしちゃ。フィーバー、今度またいつか会ったら、その時は俺もっと大人になってるよ。そしてこの国の王様になってるでしょ。わかんねえよそんなこと。俺にはいろいろ考えなくちゃならないことがあるらしいや。そんな風に思うのも君に会ったせいかもしれねえんだよな。綺麗よね、ほら夕焼け。プリンプリン、さよなら。元気でね、ケチャップ。キーキキ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 、モンキーがね、モンキーキと一緒に行きたいって言ってる。でもね、モンキー、モンキーキはこれでも一座のスターなの。あんたと一緒に行っちゃうとみんなが困っちゃう。きっとまた会えるわよ、モンキー。キーキキキキキ。おいっちに、おいっちに、おいっちに、たらさんしゅ、全体止まれ。デルーデルの大統領の儀式係はこれにておしまい。私もプリンプリンと一緒にバイバイでございますですよ。あー、ちょっとちょっと、おいらも一緒に行くよ。おいらも行きますよ。おやおや、また賑やかな旅になりますね。さよなら、ペリンペリン。またどこかで会おうよね、プリンプリン。バイバイ、モンキキ。サンキュモンキキキキ。方がモンキッキ、タンガラトントンザルなんですって。あなたはそこへ行くのですね、タンガラトントンへ。ええ、
大変だよ大変だよ、プリンプリン大変だよ。一体どうしたのサゲ。あ、ポリス長官のマカローニ夫人が機動隊を繰り出す。機動隊ですって、うん、あ、そうするとランカーの方はね、戦車を出すか、それともミサイルをぶち込むか。でもね、おさげ、どうしてそんなことになるの。あのヘドロがね、撃ち殺しちゃったんだ。誰を。ケチャップ。もうどうしてね、どうしてなの。わかんないんで、詳しいことわかんないんで、マイホームさんがそう言ってるんだ。もしその通りだとしたら、そう、きっと大変なことになりますよ、きっと。ヘクション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 。皆さん、デルデルの花を守りましょう。花畑を守りましょう。花畑を潰して兵器工場を建てることに反対。フラワー、プリンプリンに教わった歌を歌おう。うん。一人ぽっちでは何にもできないけど、みんなでどこへ行くの。ケチャップ、どこだっていいじゃない。あの人すごく強引で想像しくってバカみたいなところもあったけど。ケチャップのことね。でもさ、君のことを愛してたね。君に婚約申し込んだんだろ、プリンプリン。そのくせパリではテリーと一緒に踊ったり、でここではさ、ペリンペリンと踊ったり、プレイボーイだったんだよね。でも撃ち殺されたなんてかわいそう。キー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 。悪い人じゃなかったわ、ケチャップ。今のはケチャップ。そうみたい。あ、どういうこと。はいはい、こちらランカー様の別荘、どうぞ。これはこれはヘドロの姉子、今回はまた派手なことをおやりだそうで。それで007変な気分からランカー様に報告。なんだ、早く言え。ミサイル発射準備はとっくに完了。目標はデルーデル大統領の屋敷。発射の命令はまだでやんすか。待て、こっちから仕掛けることはない。了解。ヘドロよ。はい、ランカー様。わしはこの国に愛想が尽きたぞ。せっかく経済援助をするという。力を合わせれば何でもできる。どんなことでも。ララ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 。キンコンカンコン、キンコンカンコン。私は今のアナウンサー。お兄ちゃんの真似をして突然ニュース。ラジオデルデルのスタジオからお送りします。未確認情報によれば、デルーデルの大統領とポリス長官の息子で近くデルーデルの王様になる予定のケイチャップがミスター怪人ランカーの美人秘書ヘドロに射殺されたということです。恐ろしいことです。ではついでにもう一つニュースを。この国デルーデルに滞在中のプリンセスプリンプリンは間もなく新しい訪問国タンガラトントンに向かって出発するということです。この時間、ケチャップが射殺されたというニュースと。イエーイ、お笑いだぜ。そうそう、ついでにもう一つ、プリンプリンが間もなく旅に出るというニュースを。泣きてーよ。お伝えしました。こちらラジオデルデル、キンコンカンコン、キンコンカンコン。それじゃああなたは私に謝りに行けと言うんですか。はい、相手はヘドロだ。バックにはミスター怪人ダンカーがついているんだよ。悪いのはヘドロなんですよ。でもね、最初にラジオをぶつけたのはママだぜ。わざとぶつけたわけじゃありませんよ。それなのにあの女ピストルぶっぱなして。だけどさ、俺には当たらなかった。この通り俺は元気さ。ビバビバイエイエイエイ。俺ちょっと出かけてくるぜ。どこ。
私にはどうしてもモンキーが2匹いるように見えますよ。モンキーは1匹、もう1匹はモンキッキ。いうのにグズグズしよって工場はなかなか立たん。ああ、やっと立った工場にはジャック層とかが巻きついて使い物にならないし、デルメン教授をはじめ大統領に反対する勢力はどんどん人数を増やしておる。その上今度はヘドロ、お前がいさかいの種をまいた。まあこの際いっそ引き上げようかと思っておる。ああ、賛成ですわ、ランカ様。そう、こないだ墜落したヘリコプターの代わりにそっくり同じ形で新しいの準備してありますわ。出発するならいつでもどうぞ。いや待て、問題が一つある。何ですの、ランカ様。プリンプリンをどうするかだ。プリンセスプリンプリンを。はいはい、こちらランカ様の別荘。じゃんじゃじゃんじゃんじゃん、本家本元あるとこ中央テレビ、略してあるちゅうテレビが送る突然ニュース。先ほど私の妹のアナウンサー、略して妹のアナウンサーがラジオデルーデルのスタジオからお送りしましたように、今デルーデルにいるプリンプリンは間もなくタンガラトントンに向かって出発するそうです。何、本当か。テレビ嘘つかないほう。ついでにニュースをもう一つ、ケイチャップは生きてます、無事です、怪我もしていません。へえ、なんだって。テレビやラジオ時々間違えることある。ほう、花のアナウンサーでした。そうか、タンガラトントンへか。マイホームさんはマカローニ夫人は機動隊を繰り出し、一方